はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。夏の暑い中、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。コロナとか気をつけてくださいね。はい、ということで今日は火曜日なので、アクセスを使ってちょっと遊んでいこうかなと。で、2、3回前からね、競馬の、ちょっと面白いものがあるので紹介しますみたいなことを言ってたんですけど、意外にね、これ競馬だけじゃなくて、会社でもちょっと喜ばれたっていう内容をね、ちょっとね、紹介をしていきたいなというふうに思います。どのシーンで喜ばれたかと言いますと、受注があって、その、受注に対してクライアントからね、どれだけのお金が支払われたかっていうのを、これね、エクセルでやるとすごい大変なんですよ。何万行にもなっちゃって、もうそれだけでなんか動かなくなっちゃうみたいなね。パソコンの性能云々かんぬんの問題もあるんでしょうけど、ただこれをエクセルでやるとめちゃくちゃ便利、エクセルとアクセスでやるとめちゃくちゃ便利っていうのをちょっとお見せしたいというふうに思います。作ったのはね、競馬のシステムなんですけど、ここのところに見えます MT 血統連帯率っていうのがありまして、どういうふうにこれ使うかと言いますとですね、今これターゲットってフリーソフトなんですけど、この条件で絞ってるのは、新潟の 1200m の芝っていうふうに絞ってます。もっと他の条件もいっぱい突っ込んでるんですけど、この条件が入ってます。で、これ普通どういうふうにやるかと言いますと、ここで Excel 用と CSV にコピって、これを1回削除して、そしてここにもう1回貼り付けるっていうことをします。ただね、これすんごいめんどくさいんですよ。めんどくさい。本当にスキルのある人だったら、この画面出した瞬間にどっかポンってやったらね、こっちに入っていくみたいなことができるかもしれませんが、僕ちょっとそれはできないので、どういうふうにしたかというと、こんな、シートを作りました。先にコードを、お見せしますと、こんなコードになってます。データベースに接続をして、エラーが起きたら下のとこまで飛んで、そして、接続を開始して、でここ見えますかね。ここの分なんですけど、これ普通にアクセスでも使えるんですが、スター SQL イコールデリートフォームMT アンダーバーの血統連帯列で、そのクエリを実行させるということになりますね。デリートフォーム、テーブルの名前で、テーブルの内容が全部消えます。やり方としてなんですけど、なんかテーブルを一回一回削除して使う方法もあるらしいんですが、だいぶ前に昔なんですけど、テーブルを一回一回削除すると、テーブルごとね、削除するとなんかデータベースに負担がかかるからやめましょうみたいなことを言われたことがあったんで、ああそうなんだっていうふうに思いましたね。はい。で、接続を終了して、データベースから切断をして正常に完了しました。で、正常ならここで終了で、エラーが起きたらこっちへ飛ぶみたいな、2、4、6、8、2、4、14、5行ですかね。このコードで、アクセスから、テーブルを消すという方法をやってみます。じゃあ実際にお見せしましょう。ここをコピって貼って、で、血統データ転送っていうとここに貼られます。はい、削除しましたってなりました。見てみましょう。はい、削除になりましたね。はい、それでこの状態で、スコーンと飛ばしますと。と、血統データ転送完了となって貼ったものが消えると。で、データ取り込みっていうふうにすると、データが取り込まれてくるということですね。で、これは、Excel でなんか計算をしてるわけじゃなくて、めんどくさい計算は全部もうアクセスにさせておいて、こんな感じになってますということですね。これ確か配当がですね、2万いくらなんですけど、ちょっと1等だけ読めなかったんですが、いい線までいってるっていうことですね。はい。実際にこのシステム、私は人に2万円で売ってますので、使えない、技では何でもないですね。で、この間ね、色を数えるのをやったと思うんですけど、僕ね、この色を数えたかったんですよ。この色ね、
赤色が何個あるかとか、青が何個あるかとか、これをただ単純に数えたかったっていうだけのことでして、ここだったら多分1、2、3、4なので、ここずっと行くと赤は4っていうふうに数えられてますよね。で、青も1で数えられてるし、黄色も3つということで数えられてて、色の合計が全部でここを足したものなので8個でですよというような感じで、ちょっとやりましたね。で、今日ね、他の言語を勉強するにはどうしたらいいですかっていう質問が来まして、ごめんなさい、それはですね、ちょっと私答えれないっていうふうに返したんですね。僕が知ってるのは PHP と JavaScript から Java はちょっとかじったぐらい。で、Python は今勉強中で、Excel とアクセスに関しては、まあ、アクセスはね、ちょっと本当に勉強したんですが、Excel なんてほとんど丸パクリのようなもんで、競馬以外は売るレベルにはないかなっていうふうに思います。まあ、やれたらやれないことはないでしょうけど、で、ちょっとね、今日ですね、現役のエンジニアさんと話す機会がありまして、今僕 Python 勉強してるんですけど、出たものがどういう理屈かがわからないっていうふうに言った時にですね、やっぱり Python って魔法のツールじゃないので、やっぱ集合論、確率、統計とかね、そういったものは最低限必要なんだよっていうことをおっしゃってましたね。で、例えばもうね、自分のね、そのスキルのなさを痛感するっていうのが、例えば今、ここにですね、連帯列とか、まあ、れあのここのね、母小、あ、ここに行こうか、血統小っていうのは、この血統で1位になる確率が8%。で、血連っていうのが、2着以内に入る確率。で、これは血統複勝の略なんですが、複勝ってのは3着までなんで、3着に入る確率が19%っていうことになってます。じゃあ、皆さんがこのデータを使ってどうやって何を分析するのかっていうのってちょっとわからないと思うんですね。僕はわからなかったです。なので、ここに書いてある数値合計っていうのは、単純に、ここの部分を合計して平均でやったらどうなるんだっていうことぐらいしか僕はわからないですね。こんなに数値が出てきたら。まあ、もうこれってなんか小学校6年生レベルでも、6年生レベルとか5年生、4年生とかでもできるんじゃないかなっていうレベルじゃないですか。で、僕がね、この動画をやってる趣旨っていうのは、教科書通りの説明だったら僕は全く覚える気がなかったんで、こんなことができますよ、あんなことができますよみたいなことを皆さんに紹介をしてきたんですけれども、どんなにいい VBA でいいコードを書いたところで、Excel はこれ、計算はしてくれるけど、なんていうんですかね、機械学習ってやってくれないんですよね。まあ、だから Python を勉強してるんですけど、でも皆さんに Python を勉強することなんか、まあ、する方もいらっしゃると思いますが、Python は別にしておいてですね、皆さんが VBA でせっかく作り上げたコード、それから作り上げた数式、ね、関数を使ったにしても、それを分析できないから多分どうしようもないんです。だから統計とかそういったものを勉強していかなきゃならないなっていうふうに思うんですね。ここで皆さん考えていただきたいのは、皆さんが一生懸命書いたコードでね、きれいに整形したその分析表みたいのを作るのと、そのデータをもとに分析をするもの、例えば統計学的からこうだとかなんだとかっていうものを外注に出したらどっちが高いかったら、明らかにデータ分析した方、分析を外注に出した方が高いんですよ。そりゃそうですよね。そっちの方が多分頭使うはずなんで、いろんな状況とか、その要素とか要因とかを考えていかなきゃならないとね。VBA とかっていうのは、こことことこをこういうふうにすればこういうふうになってくるっていうのは、もう2といえばかっていうのは返ってくるのは、これも当たり前なんで。ね、なんで、ちょっとね、なんかいろいろ統計学的みたいなことも、このチャンネルでやっていけたらなっていうふうに思いますね。統計学的なことをやってって、皆さんが作ったその Excel のシートからこういったもののデータ分析をしますよっていうことがわからないと、多分やってる意味がないと思うんでね。ここに色が塗れた、ここに9%って出た、計算ができた、アクセスからデータを引っ張ってこれた。でも皆さんの多分業務って、それを使って、仕事をする、あ、あたら、あ
ね、新たな戦略を立てていくことが重要だと思うので、それもちょっとずつね、紹介をしていきたいなというふうに思います。たかが競馬と思うかもしれませんけど、私は競馬に出会うことによって対数の法則やベイズ推定や、ね、その回帰分析とかそういったこともね、学ぶことができたので、まあエクセルアクセスに問わずね、なんかそういったこともちょっとやっていきたいなというふうに思いますね。いずれ YouTuber っていうのはよほど人気がない限り、ね、寿命が来るので、時代は古いかもしれませんが、ね、ピンクレディが UFO やサウスポーを立てた時にピンクレディが業界から消えるだなんて僕は全く思わなかったですから、ね、ピンクレディってもう永遠のアイドルだっていうふうに思ってたんだけど、あれだけ人気のあったピンクレディだってやっぱりいなくなっちゃうわけだしね。だからちょっとずつ新しいことをやっていこうかなというふうに思います。次回は14日ですか、14日ですね。ちょっとまた Python やるかもしれませんが、また皆さんと一緒にアクセス、Excel、そして、Python、プログラムのスキル向上のために頑張っていきましょう。はい、じゃあここの辺で失礼します。さよなら。